こんにちは、小林と中村です。今回はディハンサープロというフィルムエミュレーションを紹介します。ディハンサーはこんな風に景色や人物、料理シーンなど様々なシチュエーションで撮影した動画や写真をフィルムライクに加工することができるプラグインです。ディハンサーさんから使ってみませんかとご提供いただきまして、ドキュメンタリーや PV の現場などで使ってみたところ良かったのでレビューさせていただくことになりました。いただいた資料によると、ディハンサーのプロジェクトは2014年頃から始まったそうで、創業者はパペルさんという方、40年以上キャリアのある写真家で、ベストセラーにもなったライフライクという写真の色に関する本も出版されているようです。ご自身の経験からグレーディングの負担を減らして少しでも撮影に時間を費やせるようにと、ディハンサーの開発を始めたそうです。ホームページのメディアのタブにもディハンサーを使った海外のクリエイターの方々の動画が載っているので、それを見るだけでもグレーディングの参考になるかと思います。ではまずダウンロードの方法から説明します。ホームページの中央部分にダウンロード&ゲットフリートライアルが出てくるので、こちらをクリックしてください。で、次にお使いの編集ソフトを選んでください。私はプレミアを使っているのでプレミアをクリックします。で、 Mac か Windows かを選択してダウンロードボタンを押していただくとダウンロードできます。で、後ほど金額についてお伝えしますが、値段が結構高いプラグインになってくるので、こちらのゲットフリートライアルで無料期間が使えますので、そちらで試してみてください。で、インストールが完了した後にプレミアを開くと、このビデオエフェクトというところにフィルムエミュレーションというタブが反映されているので、その中にディハンサーがもうすでに自動インストールされています。で、このディハンサープロを調整レイヤーにかけてエフェクトコントロールを開くと、もうここにディハンサープロが入っている状態 で18項目操作項目が並んでるんですけど、全部英語なのでちょっと分かりづらいところもあるんですけど、一つずつ丁寧に見ていくので大丈夫です。で、適用した時点でいくつかの項目が自動で有効になってしまっているので、こちらをまず外していきます。で、有効になっているのはフィルム、エクスパント、プリント、フィルムグレイン、この4つの項目がイネイブルっていう有効になっているので、このチェックボックスを外していって準備が完了になります。今回は過去に撮影した作品を例に使い方を説明していきます。まずはインプットです。これはラットを選ぶのと同じだと思ってください。ログ撮影していない人は使わなくて大丈夫です。ログ撮影した人の場合は一番下のチューズカメラというのを選んで、下の項目を開いていくとソニーやキャノン、 iPhone までいろんなカメラが並んでいるので、ご自身が撮影したカメラを選択してください。で、私たちはソニーの FX3 を使用したので、それを選んでいきます。はい、こんな感じですぐに色が反映されて、で、最近ディハンサーがアップデートされてかなり色が良くなっているなという印象です。ただ下の項目で少し露出や色を調整できるので、ちょっとだけ調整していこうかなと思います。で、今回少し彩度を高めにした方が可愛いかなと思うので、色味の調整もちょっと黄色みに寄せていこうかなと思います。こんな感じですかね。続いてフィルム、こちらはもうディハンサーの特徴でも大事な部分になります。このプロファイルの部分を開くと63個のフィルムプロファイルを選ぶことができます。いろいろちょっと試してみると、こういう感じでいろんなフィルターを試すことができます。で、その中でも Kodak Vision 3というフィルムがあるんですけれども、このフィルムは他のレビュー動画でも皆さんおっしゃるように、ララランドやジョーカーなど有名な映画で使用されているものです。で、デイライト光5500に合うようにカラーバランスされていて、これはビジョンシリーズの特徴みたいです。他にも私が個人的に好きなのは、フィルムカメラでよく使用している Kodak Portra 400、このフィルムは人肌の写りが綺麗でポートレート向きと言われてますが、日常写真やスナップでも使いやすいかなと思います。もう一つご紹介したいのがコダックウルトラマックス400というフィルムで、これはサイドとコントラストが高めで発色がいい感じになるので、私は好きでよく使っています。ISO 400で設定されているので撮る場所を選ばないっていうのもいい点かなと思います。続いてはフィルムデベロッパーです。こ
ここではコントラストや彩度を調整することができます。右側にするとコントラストが濃くなって、左側に行くとコントラストが薄くなります。今回は硬い印象にしたくないので、少しコントラストを落としていきます。でこちらでサイドの調整をしていきます。ちょっと柔らかい印象にしたいので、サイドは少し高めにしていきます。こんな感じですかね。で続いてフィルムコンプレッション、これはハイライトの調整になります。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、数値を高くすると雲の部分の白い部分が抑制されて、下げるとちょっとこう元の映像に戻るっていう感じですね。でもう一つ、これは色調の幅を調整できます。少しちょっと映像がハイライトが弱まって締まる印象になるのが分かりますかね。私もちょっとこれぐらいに今回は合わせていこうかなと思います。続いてエクスパンド、こちらは黒レベルと白レベルを調整することができます。下から4番目のこのモニターっていうののクリッピングインディケーションっていうのをクリックしてもらうと、例えばこのブラックポイントを調整したいときに、黒つぶれしている部分は青く表示されて、ホワイトポイントのこの白飛びしちゃってる部分を赤く表示されるようになります。これは視覚的に見せてくれるので、とても便利だなと思いながら私も使って調整してます。黒つぶれの部分もこれぐらいかな、消していきます。次はプリントです。プリントっていうのはカラープリントフィルムのことで、撮影したフィルムをどの用紙に焼き付けるかで仕上がり具合が変わるので、それを再現したものになります。プロファイルの部分を開くと5種類のプリントが選べるようになっています。で私もあまり詳しくないのですが、このコダック2383プリントフィルム、このフィルムについてなんですけれども、コダックの公式から発表されているのを見ると、赤、緑、青の光に対するフィルムの反応の仕方が3色ほぼ均一なので、カラーフィルムのスタンダードと呼ばれるフィルムみたいです。こちらも適用することでグッとフィルムライクにできるのもデハンサーの大きな魅力の一つかなと思います。次はカラーヘッドに行きます。でもこれは次はサクッといっちゃいます。これはカラーの調整です。この数値の変化が少し大きいので、この調整はルミテリカラーでやった方がいいかなとも思うんですが、一応シャドウ、ミッド、ハイライトの部分も調整できるようになっているので、こちらも少し触っていきます。影の部分のところの調整と、ミッドトーン、中間色ですね、中間色のところの調整で、ハイライトの部分のところの色味調整をしていきます。このくらいですかね。次はノイズの調整ができるフィルムグレインです。こちらはフィルム特有のザラついた質感を表現することができます。少し分かりづらいかもしれないんですが、林のあたり、この木のあたりを見てもらうと分かるんですけれども、こういうふうにちょっとザラついた印象にすることができます。で項目も 8mm、16mm、35mm、65mm と種類があるんですけれども、ミリ数が小さい方が粒子が大きくなります。でミリ数が大きい方が粒子が小さくなるっていう感じです。でカスタムっていうのもできて、粒子の大きさを調整したりとかすることもできるんですけれども、結構微調整が難しいので、私はこの 8mm フィルムをいつも使うことが一番多いかなっていう感じです。で続いてハレーションっていう部分なんですけど、これは太陽光がレンズに反射して起こるハレーション現象を再現するもので、この格子の下のこの部分を見ていただいたら分かると思うんですが、少しこう縁が赤っぽくなるのが分かりますかね。もうちょっとこっちの方が分かりやすいか、こっちの方が分かりやすいですね。選択するミリ数によってやっぱりハレーションの効果が変わるので、その下のマスクモード、ちょっとこれも分かりづらいんですけれども、ハレーションの広がりを赤い色で確認することができます。今回は少し弱めにこれは入れたいので 8mm のスーパー8を選択します。で続いてブルームっていう効果になります。こちらは光を拡散させて柔らかい印象になって、ブラックミストフィルターを使った時のような効果を再現することができます。
ちょっとハレーションとは似ているんですけど、8ミリの方がこれも分かりやすいかなと思うんですが、この鼻のあたりが少しこうほわっとした印象になるのが分かりますか？例えば夜景とか人物のポートレートでも全体的にほわんとした可愛い印象になるので、私は結構重宝して普段使っています。続いてフィルムダメージです。こちらは再生するとこのようにフィルム特有の質感が演出できます。で、長いカットで使うっていうよりはワンポイントで雰囲気を変えたい時に使う感じがおすすめです。で、まあ、この間ちょっとクレイジージャーニーを見てた時にタイトルカットの部分でも一瞬だけこう使われていたりとか、そういう効果的に使うような加工がおすすめかなと思います。で、続いてフィルムブレス、これは映写機で回した時に光のこうムラができるんですけど、その光のムラを演出できる効果になります。こういう感じでこう奥の方がですね、こう光がこうチラチラするのが分かりますかね。こういうちょっとこうフィルムっぽい質感により近づけることができるっていう効果です。で、続いてはこれも、まあ、ちょっとその映写機を回した時の、さっきは光のムラだったんですけど、映写機を回した時にちょっとこう揺れるんですよね、画面が。で、その画面の揺れとか振動を再現しているエフェクトです。再生してみるとこう映写機のこう揺れ、ちょっとした揺れみたいなのが再現されます。これもよりちょっとフィルムっぽい質感と印象にはなりましたよね。で、最後ビネットっていうところなんですけど、こちらはこのように映像の周辺の光量を落としてこう雰囲気を出すっていうエフェクトになります。で、この効果で特に面白いのがピンスポの部分を移動することができるんですね。で、今回の講習の映像は真ん中に被写体が来てるんですけど、こう真ん中に被写体がいない場合でもピンスポの位置をずらせることができるっていうのが面白いポイントかなと思います。この Y っていうところは縦軸ですね。この上下上下にピンスポを合わせることができます。で、アウトプットはこれまで調整したエフェクトの適用レベルを調整できます。数値を下げていくと少しこう効果が、全体の効果が弱まる。で、上げていくと 100% に強まるっていう感じです。で、最後ラットジェネレーターっていうところなんですけど、適用した色味をラットとして書き出すことができます。で、デハンサーはかなり重たいソフトなので、尺が長い動画で全体の雰囲気を見たいっていう時はラットとして書き出して一度試しに確認することができます。で、ただ映写機の振動や動きのエフェクトは適用されないので、あくまで色味の設定のみと思っていてください。はい、で、操作は以上となりまして、最後に金額のご説明です。まあ、今円安というのもあってかなり高価なソフトかなとは思うんですけれども、でいいかなと思った人はデハンサーさんからクーポンコードを出していただいたので、コバナカと入力していただければ 10% オフで購入することができます。よろしければ使用してみてください。ご視聴ありがとうございました。